はい、どうも、ゴトさんです。トレジャースゴフェスが来たんですけど、ちょっとすぐ回してなくて、実はこの快速祭ね、久しぶりに決勝に残ったんで、ちょっと今回意外とガチで回ってるんですけど、今63位と、うわ、通知来ちゃいましたね。いうことで、ちょっとこれをね、ずっと周回してて、ボックスが整理するのもね、ちょっときつかったので、まあ、ずっと引いてなかったんですけど、まあ落ち着いて100位は入れそうなので、ちょっとガチャ引いてちょっとリラックスしようかなと。いや疲れますね、海賊祭こんな疲れると思わなかったんですけど。いやー、新キャラ確定が3回目にあるので、まあいつも通りのね。で、2回目の最後がピックアップしてるやつか超すごいやつと。で、今回超すごいやつ熱いですね。 VS とカイドウもいると。で、ラフィット、ドッキュー、ヴァンオーガで、まあ一番出にくいのがヴァンオーガと。で、次がラフィット。で、一番出やすいのがドクキューということですね。ドクキューかな、ちょっとイントネーションがわかんないですけど。あー、なるほど。この22連目のところでも 8% ぐらいで出るんだ。ピックアップのところで 8% か。まあ、ここで出てくれると嬉しいですけど。で、まあ3回目の最後が確定で、まあ道中はとにかくね、さっき見た通り 1.2% ぐらいしかないので。はい。なるほど。3分の1でラフィット、4分の1でヴァンオーガと。で、それ以外は毒球ということですね。まあ道中でね、ヴァンオーガとか引ければもうかなりドキドキしますけど、まあトレマもね、そんなに今回も周回できそうにはないので、まあ30連、引いていこうかなと思います。じゃあまず30個で、ちょうどね、139個あるので、引いて、残り9個で、海賊祭は、なんとか100位以内に残りたいなと思ってます。もう10位以内とか、ありえないポイントだったので、さあ、止まれ、止まって、あ、止まった！おおおおお、ありがとうございます。これ 1.8 倍か、2番目ですよね。おお、じゃあ、毒球と、ヴァンオーガだから、おお、素晴らしい。なかなか熱い。33% のやつが引けたので、もう 66% で、あの、確定枠のところで、おお、引けると。さ、まあ、ここで道中とかで、ヴァンオーガとか来れば、ものすごい熱いですけど、そんな引きができるなら、いつも苦労はしないですよね。さ、赤紙来ましたね。今回ね、VS エースもあるし、速回道もあるし、熱いメンツ、おーおー、マジか。いい引きですね。さ、22連。ここも 8% で新キャラぐらいが出るけど、はいはい。まあ、そんなもんでしょう。ドフラ。さ、じゃあ最後行きましょう。33連目。ここで、で 66% の確率で毒球かヴァンオーガが引けると。前回ね、毎回ガープを引くという一番、ね、確率が低いのが確定枠で全部 なぜか知んないけどガープとは道中出なかった。さあ、ここでヴァンオーガ来たらすげえ引き、うおー、そっか、3分の1でかぶることあるよね。いやー、僕らしいわ。道中で引いた意味が。道中でせっかく引いた意味が。マジか。まあでもね、毒球、いやー、2体いればね、諦めついたんですけど。いや、第2弾ももう33連回しちゃうかもしんないですけど。まあ石もね、セールが昨日からまた復活してるのかな。今日からか。今日から復活してたと思うので、いやー、2体独球。ちょっと他のイベントも全然回れてないのでね、楽しんでいきたいと思います。じゃあちょっと残り4時間ぐらいかな、4、5時間、ちょっと海賊祭回って頑張ろうと思います。100位以内に残れたら、まあ本当にね、初めてということなので、ちょっと楽しんでいきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。